ハイライトユンズジュン、突然の入隊に対する心境トロ、すべてが崩れ落ちるような、全文、写真イコールアラウンドアス公式インスタグラムハイライト側が、軍入隊後に近況を報告したユンズジュンの直筆手紙を公開した。ハイライト側は5日、アラウンドアスの公式インスタグラムを通じて、ユンズジュン訓練兵がライト、ハイライトのファンクラブの皆様に送る最初の手紙が届きました。ライトの皆さんの健康と幸せがいつも最優先であるユンズジュン訓練兵に、時々皆様の安寧と幸せを伝えてください、という書き込みとともに、ユンズジュンの直筆手紙を公開した。ユンズジュンは、送っていただいたメール、一通も欠かさず一文字一文字読んでいます。おかげさまでメンバーたちのニュースも聞いています。メンバーたちにも、僕のことをよろしくお伝えください。軍隊に来るときはちゃんと覚悟してくるようにと、挨拶した。また、ユンズジュンは、すごく心配していただいたようですね。休みもせずにすぐ入隊するのがかわいそうだと。はい、自分で考えてもかわいそうでした。でも、僕のせいで大変な状況になった周りの人たちの顔を見たら、笑っているしかありませんでした。本当にたくさん覚悟して腹をくくって、周りからいくら勇気づけられても、本当に大変でした。すべてが崩れ落ちる思いでした。とし、入隊前に感じた気持ちを率直に打ち明けた。ユンズジュンは、今も時々抜け殻になってしまうこともありますが、もうほとんど慣れてきたので、あまり心配しないでください。本当に会いたいです。とし、ファンたちの健康と幸せを祈る挨拶で手紙を終えた。ユンズジュンは先月24日、エバラ堂、カンウォンド、花川、ファチョン、第27歩兵師団新兵教育隊に入所した。ユンズジュンは5週間の基礎軍事訓練を受けて事態に配置され、誠実に国防の義務を果たす予定だ。ハイライトユンズジュン、メンバーに付き添われ本日、24分の8、入隊、事務所がコメント、再開を約束します。ハイライトユンズジュン、入隊の心境を直筆の手紙で告白、人生のチャプター3を始めます。ユンズジュン直筆手紙全文、2。ライトを元気ですか？元気に過ごしていますか？季節の変わり目ですごく心配です。ああ、まず感謝を伝えたいです。送っていただいたメール、一通も欠かさず一文字一文字読んでいます。直筆手紙もです。様々なニュースを伝えてもらって、感謝の気持ちと申し訳ない気持ちがたくさんあり、ここ数日、気持ちがとても苦しかったです。おかげさまでメンバーたちのニュースも聞いています。メンバーたちにも僕のことをよろしくお伝えください。軍隊に来るときはちゃんと覚悟してくるようにと。すごく心配していただいたようですね。休みもせずにすぐ入隊するのがかわいそうだと。はい、自分で考えてもかわいそうでした。でも、僕のせいで大変な状況になった周りの人たちの顔を見たら、笑っているわ。手にも行きませんでした。本当にたくさん覚悟して腹をくくって、周りからいくら勇気づけられても、本当に大変でした。すべてが崩れ落ちる思いでした。何も整理できていないのに、これをどうすればいいのか、不安すぎて一人で誰にも気づかれずにたくさん泣きました。今も時々抜け殻になってしまうこともありますが、もうほとんど慣れてきたので、あまり心配しないでください。本当に会いたいです。きちんとご挨拶できなくて、いつまでも心苦しく申し訳ないですが、皆さんがちゃんと待っててくれて、他のメンバーたちも国防の義務を果たして、再会する日には大泣きするかもしれませんね。どうか皆さん元気でいてください。事態配置されてから再び挨拶します。お元気で、お幸せに、風に気をつけて、